皆さんこんにちは、フクロウです。今回はハリーポッターの呪われた部屋を発見をプレイしていきたいと思います。それではどうぞ。ということで、まあ、ここにね、隠し通路があるみたいです。で、レベリオを使ってマシンの姿をね、表させようと思います。ということで、初めて見る階段がね、現れました。あ、これは前にビジョンで見ていた階段と一緒のようですね。これは飛行を選択して、これでね、勇気がプラス5になります。で、まあ、ルームスを唱えて明るくしてね、上の階に進んでいきます。非常に寒いということなんで、呪われた部屋の近くにいるということが分かります。で、まあ、ここから数時間経って探索するとですね、足跡を発見します。で、まあ、この足跡を追って奥に行こうということですね。で、ここ何もないように見えるんですが、呪文を使って突破していきたいと思います。ということで、フリペンドを使ってね、衝撃波を出してここをこの霧を晴らそうっていうところですね。で、これがね、呪われた部屋のようです。で、まあ、これで扉を開けるを選択します。で、ここで、まあ、ビジョンを見ることになります。2つの部屋、1つは暗くて本でいっぱい、もう1つは散らかっててチョークで輪郭線が引かれた扉。なんか意味深ですね。ああ、例のあの人の姿を見てると。で、まあ、攻撃してくるように設定されてるみたいです。で、まあ、ローワンっていうことでね、ここでローワンがやられて次回に続きます。皆さん、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録してくれてもいいよ。別に高評価はしなくてもいいです。それでは、バイバイ。